おはようさんじゃー。おはようさんじゃー。おはようございます。暑い中、朝早うから皆様方ご苦労さま。さあ、いよいよ始まるぞよ、ここの夏の熱き戦が。皆の者、本日は柿の木時代夏祭り開催、おめでとうさんじゃ。おめでとうございます。親方様、この夏祭りも今年で第33回を迎えそうです。ああ、この謙信も我が上杉家臣団の猛将、先導の一人、柿崎景家の祭りがこれほど多くの方々に愛され長いこと続いておるとは嬉しいことじゃの。これからも大いに盛り上げ、この謙信の国を共に熱く熱く日の本中に知らしめる良き国として戦をする手伝いをしていただきたい。皆の者、その心忘れるなぞよいか。おお、できないな。やり直し。大丈夫か。まだ戦始まったばかりだが、あんまりこう元気よくやりすぎると最後まで持たないけれども、わしらの気持ちも汲んでくれ。熱い。なんといっても親方様、柿崎景家殿といえば、上杉四天王の中でも先鋒隊として戦の一番最初に出ていくということで、やはり最初が肝心ですからな。さようじゃ。しかし本日の柿崎景家殿は夕方から出陣ということで、何、逆に我らが先鋒隊としてここに来ておるわけじゃないですか。さよう。そう、この越後の竜上杉謙信、柿崎景家の先鋒隊を務めさせていただいております。よっ、おはようございます。ありがとうさん、部下を立てる素晴らしき主君でございまする。じゃあ大事な部下の祭りじゃ、わしが頑張らんでどうする。はあ、さあ、それでは皆様方、この祭りを、あと先ほども申したが、この暑い最中でのことじゃ。ああ、戦は武田軍や北条、その他の他軍、様々な武将たちだけではない。あ、この暑さ、熱中症も大敵じゃ。よろしいか、熱中症対策も一番の強敵でした。そうじゃな、お主先日関ヶ原の戦いというかつての名優石田三成の合戦場で討ち死に寸前まで行ったという話が来るが、そうですね、なんか金粒で全でした。あ、皆様方も十分気をつけてくれ。よいか。それではその暑さを吹き飛ばすための祭りを盛り上げる所作を一つ共にしていただきたいと思います。そうですか。よろしいか。大体こうな、どんなものでいきましょうかね。どんなもの、どんなものか。そうか。よし、じゃあ X かやるか。熱いけど。何かやるんですか。クイズですか。クイズは今回ですない。あれ、ないよ。ないので、褒美ないか。褒美がない。ちょっとあまりこういうな、上杉軍の財政とかどうのこうのとかまた言われそうじゃない。そうではない、そうではないぞ。いいか。じゃあ皆様方、祭りを盛り上げる所作、大体、3つぐらい。3つ、3つ。そうじゃな。まずは拍手じゃ。おう、なるほど。まだ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 手が痛くなるくらい拍手。はっ、じゃんじゃんじゃん。よいしょ。あ、これがいいですか。遊び心あります。そう、拍手は遠慮なくするがよいよいな。ああ、心の赴くまま祭りを盛り上げるために皆の力、拍手というものが必要じゃ。はい、1拍手。そうじゃ、2手拍子。これも拍手と同じようなもんじゃが、今度は曲に合わせて、じゃん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 。はい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 。お主らも乗れ、すべて。この後、今一つ我らの演舞というものがありまするが、その際にはぜひ手拍子で我々と盛り上げていただきたいと思います。よいか。それが二つ目じゃ。さあ、そして最後、これが一番肝心で。じゃんけんですか。違う。なぜですか、これ。そんなにしたいの。いえいえ。まだ、よいか。もう一つ、皆様ご存知であろう、勝ちどきじゃ。
あ、うん。肝心要、皆の士気を盛り上げるための勝ち時でありまする。我がいざと申した後に、全軍揃うて、えい、えい、おー、大きな声で答えていただきたい。はい。その声が我に届いた時、きっと毘沙門天様が降りてくる。練習はしない理由ですか？しておこうか、しておきますか。今のノリだとちょっとしといた方がいいかな。では練習、では兼継ぐ、ではわしの、では練習させていただくからな、うん、わしのいざの声について一度だけでよいから大きな声で頼むぞよ。皆様方もよろしく頼みまするぞよ。では皆の者を拳を上げよう。上げられ上げい。まずは練習じゃ。うんうん、見えておるからな、上げてないやつな、うん、よろしいかな。はい、では参ろう。うん、いざ、えいえい、おー、まあ、やややや、まあ、朝一にしてはまあまあ、あ、旧大点ですか。微妙に。親方様の満足度は何パーセントでしょうか。そうだよな、毘沙門パワーがまだちょっと降りてこなかったんで、うん、まだもうちょっと足りないかもしれんな。あ、皆様方本番これより勝ち時を取り行いまするが、今の2倍、3倍と大きな声で答えてくれよいか。その後に出てくる、我らの後に出てくる柿崎影家、これでは出てこれないぞ。うん、よいか。ああ、では皆々様方、勝ち時である拳を上げ、拳を上げ、さあ祭りを共に盛り上げるぞ。開戦の勝ち時じゃ、皆の者心いたせ。では参るぞ。勝ち抜きである、いざ、えい、えい、おー、えい、えい、おー、えい、えい、おー、見事じゃ。戦国時代より長き時を超え、上杉謙信公は居城春日山城、そして越後の国、さらには日の本を盛り上げんのため、再びこの地に蘇った。我ら越後城です。上杉大手なしの正体今に伝え、いざ参る。